琉球アスティータ卓球クラブに来てね。こんにちは。こんにちは。琉球アスティータのグッチーとチャン・カズヒロです。お願いします。よろしくお願いします。あとはもう一つそのゆるっと伸ばすです。はい、ゆるっと伸ばす。ちょっとやってもらって。わかりました。はい。ゆるっと伸ばすのは、ここのプレーですね。はい、大丈夫です。うわっ、試合の時は、見づらいです。そうですね。試合の時、僕、使う時は正直少ないんです。はい、でも、練習する時はよく使うんですよ。ボールの持つの感覚が、はい、良くなるんですね。あ、やっぱり僕 の, あのバックのブロックの感覚を良くなるために、はいはい、感覚、調子悪い時は調子上げるためには、よくボールをしっかり食い込んで、ボールを持って上に、はい、ループドライブみたいな感じですか。もうなるべく、そうですね、フォアのループみたいなのをバックでやるみたいな、バンって打ってきて、この威力を吸収してボールを持って上に、上に、はい、自分やっぱり自分のフォームに合ってる、はい、あのブロックっていうのは、やっぱりプレースタイル違うから前に、フォーム前に行くの選手はこの練習はあんまり意味ないと思うんですけど、あ、やっぱり僕ブロックはやや上の方に行くんで、あ、はい、そうですね、確かに上の方に振ってます。さっき、はい、奥さんが言ってたのは中途半端一番ダメですよね、はい、なるべく中途半端になれないように。でも調子悪い時は分からないじゃないですか。いや、そうですね、はい、だから調子悪い時はなるべくこれを食い込んで上に持っていくの感じを自分を思い出したいんですよね。で、試合中もたまに使うんですか。はい、ちゃんとしっかり相手コートにじっくりじっくり入れて調子を上げていくみたいな感じ で、ね、相手のラスを見ながらみたいな、はい、意外と試合時1回くらい使ったら効くんですよ。さっきの伸びる低い伸ばしのブロックと、そうですね、ミートとかがある中に、その高いちょびってしたと悩む、どうしようと思っちゃいますね、こっちからしたら。やっぱり自分がこういうタイミングをチェンジして来るボールは自分あんまり得意じゃないから、自分も苦手のボールも相手もある程度苦手かなと思ってわざと使ったりとかするので、なるほど、はい、ちょっとだけでもみんなグッとなるので、そうですね、はい、その時から突破口を探してよくやってました。おお、まあ本当に、まあ、体幹強く組んでいってことですね。もちろんバンって打ってきてほしいんですね。バン、はい、打っていた。あ、それいいですね。琉球アスティータ卓球クラブで会いましょう。